ジャック・ハークネスは、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの登場人物であり、そのスピンオフドラマ、秘密情報部トーチウッドの主人公。演じるジョンバローマンは、同性愛者であり、ジャック・ハークネス自身は、全性愛者として描かれている。ドクター・フーシリーズ1と、秘密情報部トーチウッドシリーズ3までの声は、竹若、竹馬、秘密情報部トーチウッドシリーズ4では、 カセヤスユキ。51世紀の出身であり、ターディスやソニックスクルードライバーを用いるドクターよりも、近未来的でハイテク機器を使いこなす人物として描かれている。初登場時から全性愛者としての描写がなされており、男女構わず尻を褒めるなどの言動が見られる。初登場会の脚本を担当したスティーブン・もファットは、ドクターとジャックの仕掛けや装置は全部セックスに、 関連している。なぜなら、すべてローズをめぐる二人の張り合いなのだから、とコメントしている。周囲の人間に話しかけるたびに、ドクターから手当たり次第にくどくなと注意されるのがお約束となっている。なお、ジャックというキャラの表層と本編内の描写により、勘違いされる可能性が高いが、恋人のヤントに対する思いは真面目で心の底から、思っている。 ドクターに出会うまでは詐欺師として活動していたが彼と行動を共にするうちに地球や人類を守る意志が芽生えてゆく。秘密情報部トーチウッドでは地球外の脅威から英国を防衛するトーチウッドさんのリーダーに就任している。秘密情報部トーチウッドの作風がドクター風よりも陰鬱として大人向けであるためトーチウッドという組織の性質も相まって冷徹の面が多く見られる。 あくまで性的な発言やキスだけに止まるドクター風と異なり、こちらでは実際に性行為を行う描写も見られ、そのカットをめぐって意見の対立もあった。ドクター風で明かされなかった設定や過去が本作では語られている。なお、ジャック・ハークネスは本名ではなく、1941年に第二次世界大戦で戦死したジャック・ハークネス大尉から、 名前を拝借したものである。51世紀にて生まれる。少年時代にエイリアンによる襲撃を受け、その際に弟グレーとはぐれて、行き別れになってしまい、グレーの手を離してしまったことを生涯後悔し続けることとなる。その後は、帽イン半島発のタイムエージェントとなり、帽の顔と呼ばれるようになる。キャプテンジョンハートとパートナーとなって、タイムエージェントとして、 活動を続けるが何者かに2年分の記憶を盗まれ記憶を取り戻すために他のタイムエージェントに対して詐欺行為を働くドクターと出会う頃にはすでにジャック・ハークネスの名前を手に入れていたまたこの頃までにビレンガード工場で製造されたソニックブラスターを入手しており原子炉が爆発して工場が閉鎖されたことも把握していた 1941年のロンドン空襲の最中、9代目ドクターのコンパニオンであるローズ・タイラーを空から救出する。ローズとドクターをタイムエージェントと判断して詐欺行為を働くが、そのために墜落させた医療運搬船から漏れ出した医療ロボットのナノ寺院が、人間を次々にガスマスク姿に変貌させ、人類滅亡の危機を招いてしまう。 ナノジーンの処理中に投下されたドイツ軍の爆弾を自らの宇宙船に乗せて自爆処理する覚悟を決めたが、ドクターにより救出されて彼との旅に出発する。ターディスの燃料補給のため時空間の裂け目が存在する2006年のカーディフに赴き、そこで宇宙のマフィアであるスリジーン一家の生き残りと対決する。マーガレットスリジーンからエクストラポレーターを回収し、 この装置は今後ドクターの助けになった。マーガレットを母星ラキシコリコファラパトリアスへ送り届けた後に、日本の京都を旅していたが、強力なトランスマットビームにより2001世紀の宇宙ステーションへ転送される。ステーションで運営されるデスゲームを突破して、ステーションの管理者を追い詰めるが、その陰にダーレクの陰謀があったと知る。ダーレクとの戦闘で命を落とすが、 タービスの心臓部を解放して、人知を超越した力を手に入れたローズにより、蘇生させられる。9代目ドクターは、その直後に、ジャックをステーションへ置き去りにして去っていった。トーチウッドで勤務している、時期のジャックダーレクに破壊された地球の最高に尽くした、後、時空操作機を用いて21世紀の地球へ、帰還しようとするが、誤って1869年に漂着してしまう。 1892年にエリストで心臓を打ち抜かれるも蘇生し、自身がローズの力で不死身になったことを悟る。21世紀になれば、ドクターに出会えるとの予言を受けて、カーディフで待ち続けるうち、ドクターを探していたことと不死身であることから、当時のトージウッドさんに捕獲される。自由契約という形で、トージウッドさんに雇用され、21世紀で、 ドクターと再会するためにトーチウッドさんで100年以上の時を過ごす。この間に様々な経験をしており、1909年には軍用列車で同胞が陽性に襲われ全滅している。1918年にはトーチウッドでジャックに次ぐ金属年数のトーマス・ブロックレスを迎えており、将来発生するタイムシフト現象を解決するために彼を冷凍保存する。 1927年には自身のビザを盗んで渡米を計画したイタリア人男性アンジェロ・コラ・サントと出会い、彼と共に第二次世界大戦に関わる歴史改変を食い止めたが、その際に警察に逮捕されたアンジェロの恨みを買って殺害され、不死性が露呈してしまう。不死性を知った他の民衆から悪魔扱いされたジャックは毎日殺害され続け、 アンジェロを拒絶し一人で去ることとなった。1965年には電波の周波数から456と命名されたエイリアンが地球に来訪し、新型インフルエンザの抗ウイルス剤と引き換え22人の地球人の子供の引き渡しをジャックが担当した。1999年12月31日、21世紀の 未来を見て絶望した、当時のトーチウッドさんのリーダーであったアレックスが、トーチウッドのメンバーを全員殺害した末に自殺し、リーダーの座をジャックに譲った。これをもってジャックは、トーチウッドさんのリーダーとなり、国家機密に接触したとして、無期禁錮中の科学者、年子コ佐藤、恋人を寄生エイリアンに殺害されたオーウェンハーパー、かなりワーフの戦いで居場所を失った元トーチウッド、 一の職員ヤント・ジョーンズを仲間に加える。スージー・コステロもトーチウッドさんのメンバーであったが、彼女はサンサナイフによる殺人事件を繰り返した後、それが弱に発覚して拳銃自殺をした。サンサナイフによる連続殺人事件を捜査していた普景グウェン・クーパーと出会い、彼女をトーチウッドさんの新メンバーとした。グウェンを加えたトーチウッドメンバーは、 カーディフに開いた時空間の裂け目に関する事案をいくつも対処してきたが、ジャックとトシコが1941年に閉じ込められてしまい、彼らを救出しようとオーウェンが裂け目を拡張したために、歴史上の様々な生物や物体が21世紀の地球に出現することとなった。裂け目をもう一度開けば、すべてを元に戻せると主張する他のメンバーの制止に走った結果、 ジャックはオーウェンに射殺され、裂け目の解放を許してしまう。裂け目からは殺戮の神アバドンが出現し、ジャックは自らの持つ無限の命をアバドンに吸収させて、アバドンを倒し世界を救った。アバドンを倒した後、トーチウッドさんに安置されていたドクターの手が反応していることに気づき、ジャックはドクターが付近に来ていることを悟る。 ジャックから逃げ去ろうとするターディスにしがみついて、時空移動し、宇宙が終焉を迎えつつある100兆年後の、惑星マルカサイロで10代目ドクターを呼び、マーサ・ジョーンズと出会う。マルカサイロから惑星ユートピアへ、ロケットで脱出を図る民衆に出会うが、そのエンジン開発に携わっていたヤナ教授が、ドクターのターディスを奪って21世紀へ飛び立ち、ジャックたちも、時空走先で彼を追跡する。 21世紀にたどり着いた時にはすでに嫌な教授はアークエンジェルネットワークで正体を隠してハロルド・サクソンとしてイギリス首相の地位についておりジャックたちの抵抗も虚しく地球は彼とトクラフェインと呼ばれるエイリアンの支配下に置かれたトーチウッドメンバーはヒマラヤへ飛ばされジャックは1年間ハロルド・サクソンに監禁されることとなった ハロルド・サクソンの支配体制が崩された後、ジャックはトーチウッドさんに帰還する。ジャックが不在でも任務をこなせるほど成長したトーチウッドメンバーを見て感動を覚えるが、直後にキャプテン・ジョン・ハートがこの時代に到来したことを知り、彼と再会する。トーチウッドメンバーを危険にさらしたジョンをめぐる爆弾騒動を解決した後、ジャックはジョンからグレーンを見つけたと告げられる。 それ以来、ジャックの脳裏を常に、弟、グレイの存在がよぎり、記憶改変能力を持つアダムにより弟に関する、過去に干渉されかけることもあった。後にグレイはジョンを脅迫して、トーチウッドメンバーに爆破テロを仕掛けた末、カーディフ全域の都市機能を停止させるほどの大規模テイロ攻撃を仕掛ける。これは51世紀で、彼の手を離して、 人生を破壊したジャックに対する復讐であり、ジャックは、西暦27年で、グレーとジョンにより急目にされた。この後ジャックは1902年のトーチウッド3により、掘り起こされて2009年まで、コールドスリープし、2009年に戻ってきたグレーを、眠らせ、トシコとオーウェンを失いながらも、事態を収束させた。グレーの事件が終結した後、ジャックたちは、ダーレク艦隊による、 地球侵攻に直面することとなった。ドクターの元コンパニオンであるサラ・ジェーン・スミスや、元首相、ハリエット・ジョーンズ、ユニットに勤務するマーサ・ジョーンズらと協力して10代目ドクターを地球に呼び寄せ、ダーレク艦隊に乗り込んで決戦に臨んだ。さらにその後、地球は再度456の到来を受ける。456は地球人の子供の10%を引き渡すよう、 要求しており、過去に456に対応した、トーチウッドは事実を隠蔽したいイギリス政府から狙われ、ジャックの体内に埋め込まれた爆弾が作動して、トーチウッドさんの基地は完全に爆破される。基地を失った、ジャックたちは単身イギリス政府と456に立ち向かうが、その過程で恋人のヤントを失い、ジャックはさらに孫スティーブンを失うこととなる。 これまで数多くの仲間を失って精神を消耗した彼は地球を立ち去ることにする。異星人の集まる宇宙のどこかの酒場に入り浸っていたところ、10代目ドクターと最後の再会を果たす。宇宙船タイタニック号の元操縦士アロンゾー、紹介される。2011年3月、突如として地球人類が不完全な不死性を獲得し、重症者は 苦痛を永遠に感じながら生き続けるようになってしまう。一方で不死身だったジャックは逆に不死性を失い、地球人で唯一死ぬことのできる肉体になっていた。彼は不ーを守るためにトーチウッドの情報をすべて抹消していたが、CIA の捜査官、レックス・マセソンにより二人は逮捕され、アメリカ合衆国へ移送される。彼らは、トーチウッドとしてアメリカに拠点を移し、 レックスやエスタードラモンドと共に奇跡と呼ばれる不死現象の解決に乗り出す。ジャックは死ぬことのできる現状に葛藤しながら、この奇跡の原因である祝福が地球上で対処地の関係にある上海とブエノスアイレスに存在することを突き止める。奇跡の原因が不死身であった自分の血液が祝福に取り込まれたことであると悟り、彼は不死性を失った。 自身の血液を上海とブエノスアイレスの両側から流し込み、奇跡に終止符を打った。これ以降、ジャックは不死性を取り戻した。ジャック・ハークネスは、故郷では、某の顔と呼ばれていたことから、ドクター風シリーズ1から3に登場する、フェイス・オブ・ボウと同一人物であることが、ほのめかされている。フェイス・オブ・ボウは、ボウ一族という透明の生命維持装置に入った。 顔だけの生物であり、2000世紀時点で妊娠が発表され、2001世紀ではイソップ銀河の最古の住人として周知されていた。西暦50億年では太陽の超新星爆発により崩壊する地球の様子を見物するために、プラットフォーム1に招待されており、西暦50億23年では新地球の大病院で老衰の治療を受けていた。 プラットフォーム1で9代目ドクターと知り合い、病院で10代目ドクターと再会、10代目ドクターに次に会う時に秘密を告げると言い残した。50億43年でニューニューヨークの地下にて10代目ドクターと協力して地上を解放し、その際に生命維持装置のエネルギーを使い果たして息を引き取った。この時、ドクターに君は一人ではないと告げた。 ドクター風の制作葬式が、ラッセル T ・デイブズからスティーブン・モファットに移って、以降、ジャック・ハークネスは、ドクター風の本編に登場していない。ジャック役のジョン・バローマンは50周年記念スペシャル、ドクターの日に、ジャックを登場させたいとコメントし、11代目、ドクター役のマット・スミスや、ラッセルも賛同したが、モファットらは、バローマンに対してオファーを出さず、結局登場はなかった。 代わりに、同エピソードでは、ジャック・ハークネスの所有していた、時空創作機が彼の死のタイミングで、ユニットのブラックアーカイブに収蔵され、劇中で11代目ドクターのコンパニオンクララ、オズワルドに使用された。また、彼の不死性についても言及された。この他には、試練しをうこでの死が迫った11代目ドクターが、言及しているほか、ジャックと同じく、不死身となった。 少女はシルダに十二代目ドクターが彼の名を告げている。サイバーマンに撃たれて昏睡状態となっていた十二代目ドクターが意識を取り戻す際にも他のコンパニオンたちと共にドクターへ声をかけていた。ありがとうございます。